はいどうもこんにちは。今回はこちら新しく発売されましたトミカプラゴシリーズのコレクションが増えましたので、今回こちら開封してご紹介していきたいと思います。今回も43分の1スケールが2台、そして31シリーズが2台となってます。それでは早速開封してみていきましょう。はい、まず1台目はこちらですね。43分の1のフェラーリモンツァ SP1 です。はい、もうこの状態でめちゃくちゃかっこいい感じがしてますけどね。こんな感じですね。まあパッケージね、いつもの通りフェラーリなので多分ね、赤箱なのかなと思います。はい、こんな感じですね。じゃあ早速ね、ちょっと開けていきましょう。さあどんな感じなのか。はい、出ました。わ、すっげーかっこいいめちゃくちゃかっこいいですよね。後ろ、あ、このこんな感じですね。ドライバーなしで外せます。はい、それではね、でいきましょう。まずね、ぐるっと見ていきましょうか。こんな感じですね。はい、もうデザインがすごいですよね。じゃあちょっと細かく見ていきましょう。まずフロントからですね、こんな感じになってます。ライトの部分はどうやらここクリアパーツがね、入ってるようです。細かいですよね。で、フェラーリのエンブレムね、入ってます。で、ここなんかもね、ちょっとカーボン調のようなね、あのザラッとした感じが、質感が出てます。かっこいいで、サイドこんな感じですね。まあホイールとタイヤ、いつも通りのね、こういったタイプでね、メッキで、このね、ホイールのクオリティがもうちょっと上がればもっとすごいかっこいいかなと思うんですけどね。はい、フェラーリのエンブレム、そしてサイドミラーも造形されてます。で、ここもね、立体的にこの空気が抜けるところかな。で、サイドのこのエアロもちょっとザラッとした感じになってます。はい、もうこのデザインがすごいですよね。で、リア、はい、リアこんな感じですね。マフラーのね、出口部分だけシルバーになってますね。で、このディフューザー周りもカーボン調のようなね、ザラッとした質感のものになってます。で、フェラーリのエンブレムがついてます。ここにね、フェラーリって書かれてますね。はい、そして左サイドこんな感じですね。はい、そして上の面ですね。このストライプがね、すごいですね。横にストライプって結構珍しいかなと思うんですけれど、これはこれでかっこいいなと。で、なんといってもこのコックピット、一人乗り、なんとも贅沢な、はい、こういった感じで、塗装もね、本当綺麗ですよね。はい、そしてここね、黄色でモンツァ SP1 って書かれてますね。このちょっと見にくいかもわかんないですけど書かれてます。コックピットもね、シートはブラウンのバケットですね。ちゃんとこのハンドルにもフェラーリのエンブレムがプリントされてます。で、コックピットのね、造形も結構細かい感じがします。で、ここもね、クリアパーツが入ってます。はい、そしてシャシー面、こちらはもうね、ほんとあっさりした作りですよね。はい、フェラーリモンツァ SP1、43分の1と、そんな感じですね。はい、そしてタイヤの方ですね、こんな感じでよく転がります。ほんとね、この角度から見てもね、めちゃくちゃかっこいいですよねもうどの方向から見てもほんとこの車はね、かっこいいです。はい、ということで1台目ね、フェラーリのモンツァ SP1 でした。それではね、次の車見ていきましょう。はい、それでは2台目ですね。こちらも43分の1スケールのクリーンのね、ボディが見えてますが、こちらはこれですね、ポルシェタイカンターボ S となります。ポルシェですね。じゃあこちらもね、ちょっと開けていきましょう。さあどんな感じなのか。よっ、さあ行きましょう。じゃん、おお、これもかっこよさそうだこれもね、ネジドライバーいらずですね。はい、それじゃあ見ていきましょう。じゃあまずね、くるっと見ていきます。なんといってもね、このグリーンの
メタリックのね、ボディカラーがね、これは結構渋くていいですよね。はい、じゃあ細かく見ていきます。まずフロントから、ヘッドライトのね、パーツね、クリアパーツ入ってます。でこのあたりもね、ちょっと細かくね、塗り分けなんかされてて、でポルシェのエンブレム。で造形もね、非常にいいですよね、立体的で。うん。こんな感じになってます。フロントね。で、サイド。こんな感じですね。ここね、ちょっと塗り分けなのかな。で、そしてこの辺りもね、細かく作られてます。で、タイヤとホイールはこんな感じですね。はい、で、この窓のね、縁の部分も黒くね、塗られてたりですね、しますね。で、リア。ね、このリアもかっこいいですよね。ポルシェ、タイカンターボ S かな、書かれてるんですね。この辺り。で、ここも、ディフューザーのとこね、赤く塗り分けられてて、はい、こんな感じになってます。で、反対側。ね、これもね、ほんとね、デザインがね、いいですよね。で、フロントから、ボネットね。で、左ハンドルで、内装ブラックですね。結構透明感が、高めなんでね、そこそこ中もね見えます。はい、こんな感じで。で、シャシーね、これも結構ねシンプルな作りになってます。はい、ポルシェタイカンターボ S40、 これ46分の1って書いてあるな。ここには46分の1、ここには43分の1だと思うんですけどね。若干違うんですけど、はい。ね、なんか比べると若干ね、このポルシェの方が小さく見えるんですけど、ほんのわずかね。うん。はい。こちら46分の1が正解なのかな。ちょっとわかりませんが。で、こちらもタイヤね、こんな感じで軽く転がります。はい。これもね、非常に色もいいしね。濃い出来でした。それではね、次の車見ていきましょう。はい、続いては31シリーズのフェラーリローマですね。こちらです。パッケージの裏側はこんな感じとなってます。こちらね、開封していきます。はい。はい、取り出せました。じゃあまずね、グリッド見ていきます。こんな感じですね。やっぱね、43分の1からね、31持ち帰ると非常に小さいです。はい、それではね、ちょっと細かく見ていきますか。はい、こんな感じですね。ライトのあたり。結構ね、細かくね、塗装なんかされてますね。で、グリルもね、ちょっとメッシュっぽい感じで、しっかり作られてます。で、エンブレムがついてたり。こんな感じですね。スポイラーも先端だけね、ボディカラーで塗られています。結構ね、細かいです。はい。で、サイド。はい。こんな感じの、シッポンスポークのね、ホイールに、メッキのね、カラーが施されてます。で、フェラーリのエンブレム。ね、デザインもね、非常にやっぱりかっこいいですね。で、サイドミラーもね、ついてます。31シリーズですけどね。はい。で、リア側ですね。テールレンズがね、赤で塗り分けられています。で、センターにはエンブレム。で、ディフューザーと、まあ、マフラーとかね。このあたりは、成形色ですね。はい。こんな感じになってます。結構ね、しっかり造形ね、立体的にされてます。はい。反対側ですね。こんな感じですね。サイドミラーがね、ついてるだけで、やっぱりちょっとね、印象が変わりますね。で、フロントからね、ボンネットの上からエンブレムついてて、こう、盛り上がってね、立体感とかがわかります。はい。コックピットの中はね、ちょっとね、暗めで、わかりにくいですけど、まあ、左ハンドルで、内装ね、ブラックですね。はい、こんな感じで。で、シャシーですね。こちらちょっとね、造形がされてますね。こういったところね。はい。こ
こんな感じになってます、はい、フェラーリローマって書かれてます。はい、そしてねこちらもですねタイヤの方ねこんな感じで手で軽く押すとねしっかり転がってくれます。はい、3代目ね31のフェラーリローマでした。あとねラスト1台それじゃあ見ていきましょう。はい、ラスト4代目ね、アキラ NSX です。ちょっとね、ブラックのね、ブリスターパッケージね、ちょっと車体もブラックなんでね、わかりにくいですけどね。裏面こんな感じになってます。それじゃあね、こちら巻いていきましょう。はい、アキラの NSX です。こちらもね、ちょっとぐるっと見ときます。こんな感じですね。はい、それではね細かく見ていきます。フロントですねこんな感じでライトとかもねかなりプリント細かめですね。こう縦にねいっぱいスリットが入っているような感じで細かいです。あとこのグリルのあたりとかもねメッシュ感がねしっかり出てます。はい、エアロの造形とかもねこんな感じになってて結構ね細かいですね。はい、サイドこんな感じ。このシリーズにしてはね、結構タイヤとホイールがかっこいいかなと思います。はい。ちょっとね、黒でね、ほんと、わかりにくいのがちょっと残念なんですけど、はい、ちょっと光の加減でね、こうやって光を当ててみると、こんな感じで立体感がね、よくわかります。でこちらもちゃんとサイドミラーね、ちゃんと作られている感じでね、うん、このあたりもね、かっこいいです。はい、リアこんな感じですね。ね、テールレンズもね、しっかりこう赤とシルバーとですね、塗り分けがね、されてます。はい、アキラのマーク。エアロの造形はこんな感じですね。はい、こんな感じになってます。で、反対側ね、はい、こんな感じになってます。で、ここもね、アキラのエンブレム。あと、このね、ボンネットのね、立体感こんな感じになってます。はい、中もねちょっとねあのガラスの色がねちょっとスモークがかかってる感じなんでちょっと見えにくいですけどこれ左ハンドルになってます。はい、そしてシャシーこんな感じで結構細かくね造形されてますね。これねディフューザーとかこの辺りとかね、はい、ここアキラ NSX でこちら、64分の1と書かれてます。はい、こんな感じです。 あとですね、タイヤですね。タイヤね結構細かくねこう溝が切られているのが分かると思います。そしてちょっとね質感がねゴムっぽいですねこれね。はい、こちらはプラスチックの素材ですけどねこちらはねゴム素材になってる感じがします。はい、そしてねこちらもねビデオ押すとね、こうやってしっかりタイヤが転がります。で、さっき言ったように、タイヤがね、ちょっとゴム製なのかね、ほんと食いつきが良くて、音もね、静かですね。こちらとちょっとね、プラスチック的な、こう、高い音がするんですけど、こちらは、こう、ゴムのね、音がします。はい、ということで、今回は新しくコレクションしました、トミカブラゴシリーズ4車種を開封してご紹介しました。また今後トミカブラゴシリーズが発売されましたらこちらのチャンネルでご紹介していきますのでぜひ楽しみにお待ちください。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でバイバイ。